はい、どうも、ルーでございます。とある魔術のインデックス IF やっていきたいと思います。すげえ久しぶりっすね。ネタがなかったっていうところもあるんですけど、あとガチャ引くあれもないみたいな、余裕もないみたいな、しずり様で使い切って爆死したんでね。はい。で、今日バージョン 1.2 にアップデートされましたと。で、この内容が、機能改善。レイドイベントの機能改善。8月30日から、イベント始まるみたいですね。とある乙女の上条争奪。で、ホーム画面回収。ホーム画面にイベント開催予告のお知らせが出るようになりました。イベントバナー複数表示する機能。イベントデイリーに表示される受け取り可能期間の表示を改善。バトルは、連携中キャラクターの攻撃タイプが分かるようになりましたと。エネミーのアクションゲージが減少した場合の演出を改善。結構いろいろやってるね。バトル中の所属サイドの消去、なるほどね。うん。で、スタートダッシュタブの位置を改善しました。各報酬をすべて表示するように改善しました。すでにクリアしたミッションがある場合、そのミッションがあるタブが開かれるように改善しました。ノーマルガチャを1回引こうの挑戦するボタンを押したときに、ノーマルガチャに便利になりましたね。ショップ改善。まとめ買い機能。これは素晴らしい。俺いつもね、臨時で1個ずつ買うのはだるかったんですよね。で、ログインボーナスを確認できるようになったと。で、最大グレード時にこれ以上強化できない旨を示すようになりましたと。はいはいはい。で、あとは、ま、不具合修正ですね。はい。これか。複数表示できるようになった。これか。ちょっとしずりさんに会いに行っていいですか。すいません。で、これで、今までは、ミッションって、経験値だけだったじゃないですか。それが、今回、下戸石がメインになりましたね。で、こういう感じで、EC、金ももらえるようなのも増えたりとかして、まあ、かなりモチベーション上がりますね、これは。イベントミッションをクリアするっていうことに対する。毎日100近くはもらえるよね。これはありがたい、本当に。もう本当このゲーム、下戸石いくらあっても足んないですからね。達成したミッションはちゃんと確認してくださいね。きっと。おお、飛んだ飛んだ。おお、飛んだ飛んだ。めっちゃ便利やん。めっちゃ便利やん。これさ、ほんとさ、最後にもう一回出してほしかったな。まあいいけど。これ例えばじゃあ、これとかどうなんだろう。ほっ。あ、飛ぶんだ。たくさん手に入れよう。OK、サテンさん。MC か。あ、いや、これ、こんなことしたら時間かかっちゃうからな。で、こうやって改善されたよと。累計はすごいことになってる。新しい依頼？で、次のこのイベントは、レイドイベントなんだね。前回のアクセラレーターのイベントをやんなかったんだよね、結局。もったいなかったかな。チョップ見てみよう。まとめ書きの。これか。これか。これか。
これっすね。ほっ。おお。あ、所持数も出るようになった。現在の所持数。これありがたいね。しかもこっから仮想試練へ一気に飛べるようになってる。もう俺は早く上条さんをね、星6？ん？星マックスにしたいんですよね。あともうちょいだよね。170ぐらいだよね、確かね。そうだね、175。もうできますよ。もうできますよ。かなりいい感じでできますよ。こんなもんなのかな？追加要素っていうのは。あとこの水着のキャラがまた、なんか手に入る手段が欲しいね。来てるかな？結晶に。さすがに来てないかな？さすがに来てないか。限定キャラだもんな。こんな簡単に出されたら限定キャラの意味ないしね。新しい依頼？まあこんなもんか。はい、というわけでね、アップデートの内容でございました。まあ、レイドイベントとか、どういう感じになるかわかんないですけど、まあ、もしできそうだったらね、生放送とかで、やりたいなーって思ってますんで、その時はよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ルーでした。バイバイ。